決勝ゴールのサムエル選手、ありがとうございました。A gente tem que estar preparado, né, para qualquer situação. Se a bola cair na perna esquerda ou na perna direita, a gente tem que estar preparado para poder finalizar bem. また関係ないかもしれないですけど、この前、まさきが右足でシュートを決めたら、なんか今日のシュートに影響ありましたか？Não sei, né? Acho que sim, né? A perna direita dele é boa pra caramba também. E a comemoração dele foi boa. どっちの右足のシュートの方がすごかった？ゴールデリゴールデリ。Acho que eu vou dar essa moral pra ele, デリゴール。ゴールデリゴールしてください。Vai fazer gol, né? Próximo gol também, né? Vamos trabalhar forte durante a semana aí pra...Para preparar bem para o próximo jogo e, se Deus quiser, conseguir mais uma vitória fora de casa. Aumento o gol da Lascão. Morita Queixão. Cano Hiroshi. Obrigado. 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 Que eles continuem nos apoiando, nos dando essa força que eles estão dando sempre, tanto dentro de casa como fora de casa, que a gente com certeza vai dar o nosso máximo dentro do campo para poder.Conquistar nossos objetivos. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Vai dar pra ele. Dá-me. Dá-me. Abunai, abunai. Arigatou. Arigatou gozaimasu. 秋田戦終わって、今日ゲームキャプテンをしました。はい。三沢選手に来てもらいました。お疲れ様でした。お疲れ様です。いやー、まず秋田まで、遠い秋田までたくさんのサポーター来てもらったので、今日は。何が何でも勝って帰ってもらおうと思ってたんで、まあ、とりあえず勝ててよかったです。いや別にメンバー変わってもそんなに不安はなかったし、まあ、春も雪も練習からいい準備してたんで、まあ、とりあえず今日は3人でしっかり無失点で抑えて、勝とうという話をしました。前半得意の攻撃参加が出てもう少しでシュートを決めたかったですね。そうですね、まあ今季最大のチャンスって言っても過言じゃなかったんで、まあ、あれは自分が決めなきゃいけない場面でした。すみません。それで今日最後にどうぞ。マジっすか。ディフェンスを代表して今日キャプテンご苦労様でした。 TKP の川野社長賞です。ありがとうございます。次サポーターに一言いただいてよろしいですか。はい、まず次の試合、次の一戦に向けてまたいい準備するんで、ぜひ新潟まで足運んでいただいて力貸してください。よろしくお願いします。期待してます。頑張ります。ありがとうございました。おめでとうございます。お疲れです。お疲れです。秋田戦終わって吉田選手に来てもらいました。ビッグセーブありましたね今日。素晴らしかった。あれよく触りましたね。後半の22分ぐらい経ったと思うんですけど、あれよく反応しましたね。体が勝手に、はい、動きました。さすが吉さんと練習してる賜物ってことでいいんですかね。90分やるよ吉さんの20分の方もきついと思うんですよ、練習内容的には。なるほど。でも釣っちゃいました。そうですね、なんか他の選手の情報ではなんか足を釣ったという噂がありますけど、なんかね、初めて試合中釣ったの。あんまりキーパーの人が釣ったって、ポープ君が昔釣ったらしいです。あんまり聞かないですよ。あんまり聞かないですね。聞かないですね。俺もびっくりしました。自分としてはびっくりして笑っちゃいました。過去にはないそんなない。いや今日は全然緊張しなかったです、ま、って言ってましたっけ、ロッカーで。緊張しました。でもそういうのを感じさせない冷静な。いやもう早い時間に点取れたのがでかかった。ちょっとあれで気も楽になりました。なるほどなるほど。次も無失点できるように、なおかつやっぱ一番キーパーで1-0が一番気持ちいいんですよね、守って側としては。またそれも達成できるようにしたいですし、いつもありがとうございます。本当に今年なかなか苦しい試合が続いてますけども、僕たちはまだ諦めてないので、それを体現できるようにもっともっと努力して、明日からまたいい準備して新潟戦それ以降も頑張っていきます。またより応援よろしくお願いします。肝心なとこ感じました、ね、大丈夫ですね。じゃあ明日からまた試合よりもきつい吉さんのトレーニングですね。きついですね。という吉田さんにですね、はい、じゃ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 ーん、
三田尾さんと日名子さんから賞が出ております。おめでとうございます。ありがとうございます。試合に出て完封するとなんかいいことありますね。めちゃくちゃいいことですね。マジありがとうございます。おめでとうございます。初めてもらいます。そうですかね。なんか毎試合もらってるような気がしました。俺が俺がそんなことない。あ、ま、毎試合、まあ、選手からも。あ、それはあれですね違う問題があります。失礼ないしないしじゃあもらった感想一言お願いします。本当に初めてなの、はい、めちゃくちゃ嬉しい。あのまた完封したりビッグセーブ見せてくれるとまたもらえる可能性が大なので、もしかしたら熱くなってくるかもしれないですね。よっしゃ頑張ろう。かもしれないですね。頑張ります。まずは次の試合またもらえるように。はい、頑張ります、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。見せてもらっていいですか、もう最後に。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。